はい。ユナさん、よろしくお願いします。カブ君、おはようございます。客室乗務員のハニューさんの動画再生回数が130万回だそうです。釣りなるハニューさんは、えー、つなぎ起きた整備者と思っている方が見受けられました。えー、つなぎ姿のハニューさん。ちょっと想像できないわ。でもこのシリーズ、アナさんずっと続けてほしいなと思います。最近ハニューさん、ねこのシリーズすごいやってて、世界的にもかなりこれで、 あの動画が出回ってるみたいで、なんかね、うん。以前、確か、どっかの、えー、CM かなんかだったかなで、ヘルメットをかぶった羽生さんっていうのがありましたよね。で、そのヘルメットも、なんか、ね、そう、いろいろこう、ね、話題になったと思うんですけど、まあ、そんな感じで、なんか、ちょっとこう、また、意外な羽生さんのね、姿っていうのがちょっと気になりますね。うん。 ね、なんか次は何をしてくれるのかなっていう感じでやらされて感も全くなく表情も生き生きとしてますからねすごいやっぱ楽しいのかなっていう感じでうんこれは誰のこうやっぱアナさんがあのお、ね、こういう風におに、ね、ダンスしてってお願いをした感じでしょうかねうんやらされて感は全くなく羽生さんも楽しくやっていてなんか面白いですねうんはいそして連投です ただまあ、バラエティなどで、テレビで視聴したファッションアイテムが見つかるサイト、これ顔の公式 X の、公式10かな、の、ッツクールメディア着用衣装ランキングサイトトップ10を発表、衣装ランキング男性タレント部門で、羽生さんが、スノーマンの向井康二君や、元キンプリの平野君などという、名だたるメンバーを抑えて、えー、羽生さんが1位に輝きました。 うん。あの、エルジャポンのグッチを着た羽生さんが、すごく衝撃的だったんでしょうねえ。羽生さんの着たグッチの服や、トランカー品切れになるほどの人気。うん。おまけに銀座のグッチのギャラリーオープンで、写真展予約がたらないほどの盛況に終わりましたね。うん。いや、すごいですね。やっぱね、あの、あれは衝撃ですよね。うん。あの、着こなしというか、もう言っちゃあれなんだ、女性顔負けって言っても過言ではないぐらいの、 着こなしの仕方いや。すごいですね、ほんとね。うん。ファッション業界もちょっと変えてしまうんじゃないかっていうぐらいね。ちょっとほんとすごいなって思います。うん。ただ着るだけじゃなくて、その着た後の表情だったりね。そう。あの、ファッションをしてる最中の羽生さんの表情ですね。顔の表情もこう変わるっていうね。うん。あの、それに似合った、合った表情っていうのを、あの、自然にできるっていうのって、カリスマ性の高さを物語りますね。 嗯。Mm.